はい、桜井正人のチャンネルをご覧の皆様こんにちは。東京芸人さんとのコラボ企画7人の放課後というユニットですね。まずはじゃあ、はい、7人の放課後さんの代表で自己紹介お願いします。7人の放課後代表で決めたリベリアンズの中原哲也と言います。お願いします。リベリアンズ、だから普段はリベリアンズとして活動してるんですか。そうですね。コンビで活動してる。はい、コンビでもう一人いるんです。はい、これが滑舌が悪くて、あんたでしょ滑舌頼みますよ、ほんまに。哲也さんがですね、僕ちょっとあの動画をちょっと事前に見させてもらったんですが、運動音痴だとお聞きしました。そう、みたいです、ね、一言、はい、そんな哲也さんにですね、僕ちょっと趣味でけん玉やってましてですね、で言うて僕もめちゃくちゃ運動音痴なんですよ。あ、そうなんです。僕ももう走りも遅いし、球技ももうちゃんと投げれる、投げ方のフォームも汚いし、あ、確かにもうダメですよ。で、運動音痴2人で、で僕ちょっとけん玉今のところちょっと上手になってきてるので、どこまで運動音痴がけん玉できるのかチャレンジしたみたいな。そう、いいですね。よろしくお願いします。はい、というわけで挑戦者の方は普通の形のけん玉持ってきましたんで、これでちょっと教えていくんで、ちょっとやってみましょう。どうでかいですか。はい、じゃあまずどこまでできるのか、逆にどこまでできないのか、ちょっとじゃあここおお、はい、もう左手の動きが怪しいな。これは大音痴やな。え、今のって分かります？分かるわ。めちゃくちゃ音痴じゃないですか。あ、ダメだな。よし、これでじゃあどこまでできるのできるのかな。じゃあせっかくなんでここ刺したいんですよ。そうだ、けん玉といえばやっぱここの剣先に刺したいので、じゃあ一回、じゃあ分かりました、剣先に刺すと意識してやってください、はい、で僕緑子さん、まずここを手を持ってます。まっすぐ下ろします、膝を曲げて、で膝を上げて、おお、これを一回見よう見まねで痛みますので、膝を曲げる、まっすぐ曲げる、いい動作が完璧に覚えたでしょ。この動作が完璧に覚えたら、あとはもう実践のみでいく。じゃあ一番、はい、これは苦労しそうだ。これね、遠心力をつけてしまえば回転しなくなる。なので球をね、ぐるっと回して回して、これでまっすぐいけると言ってください。今です、ポッ。大丈夫です、遠心力さえ使えば、力さえ使えばね、大変うまくいく。球を上げずにこれを受けて、あんまり上げすぎないよ。し、できた、いけた、はい、おー、できました、哲也さん、来ためっちゃ力入ってる。すっごい興奮きたでしょ、はい、これが金玉を僕がハマった理由です。運動じゃできるんです。確かにこれはハマりますよね。だからこれからもし金玉見つけたら、覚えました、このぐるぐる自分で回して、で、上げて、次へ。でも量は無駄でございます、ね、これに注意してやってみてください。わかりました。素晴らしい、哲也さん、初メイクでございました。ありがとうございました。せっかくまで最後に撮影をしてくださってるこちらの東京 LCC の、4年目ガキダンディのゼウスです。お願いします。一緒に7人の放課後としてやってるということで。そうですね、一緒にユニットコントでやらせていただいてます。普段本当にもう超面白いんで、ぜひお願いします。自分で言っちゃうレベル。言っちゃいます、はい、じゃあせっかくなんで、はい、やっちゃいましょうけど。いいっすか、いいっすか、あっ、しかも言うてる間に。すいません、失礼します。すいません、すいません。これで今日の3人揃ったんですね。すいません、はい、今日の3人です。じゃあね、今ね、哲也さんにけん玉チャレンジしてもらったんで、はい、残りのお二方も、はい、ちょっと今日のうちにけん玉で成功しちゃいましょう。東京 NSC 16期生リベリアンズ金村です。イエーイ。じゃあ早速、はい、今って早速ですが、はい、コメディアンにチャレンジしていただきましょう、はい、まずは自分の感覚で、はい、はい、なるほど、いいですよ、いい運動音痴ですよ。はいはいはい、どっちが先に出るか勝負。そうですね、待って、じゃあ負けた方は何か。そうですね、罰ゲームしましょうか。罰ゲームしちゃいますか。じゃあ問いを起こすということで。罰がエグい、罰がエグい。どこに問いですか。
じゃあ、まあ何かしら罰ゲームあったら考えるそうです、ね、じゃあ、どうすれば3決めるのか、はい、レディー、ゴー。あー、惜しい。分かった、でも分かった感覚で、ちょっと焦って、焦ってまっすぐ、まっすぐ。素晴らしい。やばい。さあ、というわけで気持ちいい。すごいでしょ。めちゃくちゃ気持ちいいでしょ。めっちゃ気持ちいいです。というわけでバスケも決めちゃってください。重くそビンタで、うわあの僕らのチャンネルのリーダーなんですけど、はい、普段ちょっと困ってることを思います。乗せてちょっとやっぱビンタしてわかりました、はい、じゃあこれはせっかくなんでじゃあビンタまでお願いします。毎回遅刻してんじゃねえよ。気をつけながら、はい、芸人活動を続けていきましょう。はい、チャンネル今日はありがとうございました。ありがとうございました。